夜行幹事12月15日台は、日本の政治家、社会福祉法人理事長、総加市体育協会第四代会長、埼玉県総加市出身、実業家、夜行神三郎の息子である。父、神三郎は、20社以上の関連企業を率いた、夜行産業グループのオーナーで、田中角栄元首相の側近であった。総加市立八塚小学校。 明治大学附属中野中学校、高等学校、独教大学法学部卒業。最後の時期弟子として、田中角栄総理に学び、政治の道に入る。1983年4月から2012年12月まで発揮、埼玉県議会議員を務めた。1999年、埼玉県議会第101代議長に就任。総市文化協会理事。 草加市野球連盟会長、草加市立松江中学 PTA 会長などを務めた。2012年12月、日本維新の改修議員埼玉県第三区支部長。同年同月衆議院議員選挙に埼玉三区から日本維新の会公認で立候補したが、落選した。2015年3月、慶応義塾大学大学院法学研究科修了。 大学院では日本政治論の研究室にて憲法と公共政策を中心に学んだ。2017年10月、衆議院議員選挙に埼玉3区から日本維新の開校人で立候補したが落選した。2019年5月、総科市大陸協会第4大会長に就任。好きな作家はビクトール・フランクル、亀井昭一郎、江藤敦、柴良太郎。 趣味は、スキー、テニス、野球、芸能鑑賞。野校は、自身の公式ウェブサイトで、古い法律、制度、ガンジガラメの今の日本を変えなければならないと述べている。2017年の衆院選の時、候補者アンケートに対して、野校は、以下のように回答している。ありがとうございます。